新海彩ミュージックレディオ、毒舌なロックで癒して。リスナーの皆さん、こんばんは。深い海を彩ると書いて新海彩です。この番組はドリームキングダムさんの枠の中で、私新海彩のミュージックレディオ、毒舌なロックで癒してという番組です。この放送は JR 武蔵小杉駅より歩いて3分、武蔵小杉タワープレスビル1階にございます川崎 FM さんよりお届けしております。月1回の放送なんですけれども、たくさんの音楽を届けたり、トークを届けたり、ラジオを通じて素敵な出会いや誰かと誰かがつながっていくような音楽トークを目指しています。新海彩は、少し紹介させていただきますと、ミス・レッド・シアターというフリーティング・エモーショナル・ロックバンドと、アディショナル・ネオンというジャズ・ピアノ・アコースティックメインのソロプロジェクトをやっている、主にボーカル、そして作曲がメインなんですけれども、ギターを弾いたりとかピアノを弾いたりとかいろいろやっております。はい。ツイッターじゃないです。 X でつぶやいてます。 X でポストしてますので、はい。X とインスタをフォローしてくれたら嬉しいです。ミスレッドシアターことミスレの音源は YouTube とか Spotify で無料視聴が可能です。ミスレッドシアターって入れてもらえると出てくるかなと思います。あと Apple Music などでも購入が可能となってます。この番組は主にバンドマンならではのあるある、あとは悩み、音楽をことを話していきますので、今日はカミカミですね。はい。今日実はね、さっきもちょっと楽屋裏でお話をしてトレーニング付き合ってもらってたんですけれども、すごい舌が回りません。カミカミですけど、はい、このまま届けていこうと思いますので、汲み取って聞いてくださいというリスナーに託す方になっておりますけれども、誰にも言えない音楽の悩みや、かっこ悪くて知り合いに言いたくないような自分のしがらみとか、あとはバンドを始めるきっかけは話していったりとかね、あと今からバンド始めるからどうしたらいいかなっていう相談とかをたくさん募っております。お便りは川崎 FM ラジオさんの方に直接か、 X の DM か、ミスレッドシアター、Gmail までお待ちしております。最近ね、バンドマンとかアーティストのみんなと話していたのが、鳥さんから X になったじゃないですか。鳥さん、さらに画面が割れてより XJAPAN 化したアイコンになりましたね。ということで、なんかね、仕様というかちょっと変わってって設定が必要なのかな、今までのと。流れてくる内容がなんかちょっとマイナスなこと多いなって最近感じてたんで、自分はね、見たい投稿はやっぱりフォローしてる音楽関係の方とかお客さんのあれとかね、投稿を見たい。怖いことじゃないですよ。お客さん元気かなって見たいとか、あと可愛い動物の動画だけでいいんですけど、なんか極端に変な人じゃないとブロックとか今までしなかったんですけど、最近はそのいっぱいリツイートされるやつって結構上がってきちゃうじゃないですか。なのであれをね、ブロックとミュートしたらすごいスッキリしました。悪い意味じゃないですよ。いいツイートもたくさんツイートされてるのはちょっとやめとこうかなと思いましたけど、はい。みんな2014年からね、 X を私使わせてもらってるんですけど、たくさん宣伝をね、それでさせてもらったりとか、本当にみんなとちょうどいい距離で連絡を取れるシステムっていうのを提供してもらってたんですけれども、よく考えたらあれちょっとただですよね。無料で本当に大切なツールとして使わせてもらっていたんだなって思いました。でなんかね、ちょっと考えてるのが、X になってもツイッター、あ、間違えた、鳥さんは違う、X になっても X は使い続けますし、有料のやつもチェック入るやつもね、あれ何ができるかも分かってないんですけど、
ちょっと有料会員になろうかなって考えている新海あやでした。はい、ね、インスタもちょっとやってますけど、だいたい X をやってるので、よかったらチェックしてみてください。はい、ではここで一曲聴いてもらいたいと思います。あやはね、小さい頃から田舎のあの方に行くことが多かったんですけど、夏ですね、田舎の方夏に行くことが多くって、でおじいちゃんの家以外にもなんか親元離れて 2,3 泊した経験っていうのが何度もありまして、でなんだかね、どうして行ったかも覚えてないんですけれども、ホタルを初めて見たのが野瀬の山奥に泊まった時でした。で野外夜外に出たらあのね、大量のホタルが低い位置でたくさん飛び回ってました。でなんかすごく幻想的で神秘的で、こういうところに育ちたいなと思った記憶だけが大人になった今も残ってたんですけど、皆さんもそんな経験ないですか？あとね、高校になった時も、高校生になっても公園が目の前にあって、そこにホタルがいたりとかして、ちょっと切なくなるとそこに行ってみたりとか、そんな記憶、ホタルの思い出として今も残ってます。夏の夜のホタルに癒された心を歌った曲です。いつでもそこに逃げ出せる世界があるといいなと思って作りました。ネクストソング、ホタル。今日はうなちゃんが来てくれてます。ちょっと楽屋でもさっきうなちゃんと喋っていたんですけれども、うなちゃんね、なんかあの今何先生やってるんでしたっけ？何先生？今 YouTube Twitter じゃない X で配信したりとかしてますね。あ、そうですね、サブスク、お試し期、心理学、ね、心理学、心理学出てこなかった。はい、面白いんですよね、お話してるとね。あのそもそも人はこうだからこう考えるんだみたいなのは全部ね、音楽以外もつながってくるんですけどね。うなちゃんそんなお話するといっぱい出てくるんで。そしてあの私が喋ってる時はうんうんって言って聞いてくれてる。そんなうなちゃんです。はい、うなちゃんは映れない。そうですね、裏番組的なね、はい、今の YouTube はね、はい。のせってわかりますか？のせ、のせ、野瀬どこだったっけど、あの大阪に住んでた時に多分すごい近くのどっかに行ったんですよね。福井なのかどこなのか覚えてないです。野瀬調べてみて。野瀬、野瀬調べられるかも。あ、終わりなんです。野瀬で終わりました。大阪ですね、もっと遠くまで行ったような気持ちでした。実は大阪の大阪でした。あんまり移動してなかった。野瀬の山奥行った時に40何箇所蚊に刺されたんですよ。結構刺されたね。で一番刺されたのが、蚊に刺された話なんで今してるなんて。一番蚊に刺されたのがバドミントンの合宿で、その学校に泊まったことがあって、学校の教室にバドミントン合宿で泊まった時に朝起きたらもう 4,50 箇所刺されてて、みんなで、ね、そう、回数、個数を競い合った。一番刺されましたよ。美味しそうな血をしてたんだね。美味しい血なんです。これからも美味しい血を提供していこうと思います。
お聞きいただいたのはミスレッドシアターでホタルでした。新海彩の音楽とアートについて語ろうのコーナーです。今日はそんなタイトルというかそういうコーナーにしようかなと思ったんですけれども、実は一昨日ぐらいにですね、私の一つのバンドというかソロ活動でアディショナルネオンという活動の方でですね、対バン、あ、昨日だった2 days、 一昨日と昨日と 2 days のライブをしてきたんですけど、昨日ですね、大塚ウェルカムバックさんで対バンをさせてもらった、週末のバンギアさんというかバンドさんがいたんですけど、あのすごいんですよ、音楽とあとはご本人、ボーカルの方、バンビさんって言うんだけど、本人自体がすごく素敵な絵を描く、物語になってるね、絵を描いたりとかして個展を出したりしてる方だったんですけど、それと音楽とストーリーを融合させながら、音楽も結構展開があるもので、であの物販がね、すごい物品販売、皆さんあのライブとか行くと、会場行くと CD とかたくさん売ってると思うんですけど、本当にね、絵を売ってたりとかグッズがたくさんあったんですよ。で、なんかすごく可愛いし綺麗で、まあ、音楽聴かなくてもこれだけ買ってっても全然いいんじゃないかってぐらい可愛かったんですけど、音楽聴いたら全然違うジャンルっぽくてまた思ってたのと、あの絵とまた音楽って違う感じだったんですね、実際は自分の中では。でもこれがきっとすごい、あ、そう、自分のイメージ通りだったな、この音楽って思うのか、それともあれ、やっぱり全然違うイメージだなって私みたいに思うのかって、なんかあの小説を読んだ後の映画版とか実際の実写版を見たような、そんな答え合わせじゃないけど、自分が思ってる想像の世界、小説の想像の世界の主人公と、あの実際に映画化された主人公の、例えば役者さんがこんな感じとか、顔とか衣装とかね、なんか声とか喋り方とかあると思うんですけど、これがなんか一致した、答え合わせではないけど自分と世界観が一緒だった時の喜び、または一緒じゃなかった時の意外性みたいなのがバンドにもあるなと思ったんで、すごいね、あの音楽もやっぱりアートだなって思ったのと、小説もアートだなって思うことが多いんですよ。色の世界、色がない文字だけを見て、で実際に色の世界が自分で読んでいくとついていくみたいな、ね、小説も音楽もそうで、音楽はあのお客さんはどう思うかわからないですけど、前ね、ブルーなんだっけ、ブルージャイアントだっけ、うん、映画見たんですね、あのジャズの。あれも私漫画読んだことなかったんですけど、音楽だけ先に聞いててダウンロードして、その後に映画見たら、やっぱり思った色とまた違う色ですごい表現されてて、なんかそのそれはそれでね、これが一つの答えなんだなと思ったんですけど、あのなんかやっぱ人によって音楽を聴いて、その喜びの色とか悲しい色とか、なんかちょっといろんな色が想像するけど、みんなそれぞれ違う捉え方をするんだなって思うんで、あのすごいね、いいこと、感性がなんかあの人それぞれ個性的だなって思う瞬間が、音楽とその絵とかいろんな題材がこうセットになることで感動を呼ぶなって思った、そんな昨日でしたはい、なんかちなみにね、もう一つアートじゃないんですけど、皆さん音楽を普段お家で聴いたりすると思うんですよ、まあ、こうやってラジオで聴いたりとか、だってファミマとかでもね、ファミマとか言ってファミマとかでもセブンイレブンでもローソンでも音楽流れてるじゃないですか。で、あの普段お家で音楽聴こうと思って聴く人もいると思いますけど、なんかこう自然とあるものが、あの自然の空間に音楽あるのがいいなって私は思ってて、で、 でも何聴こうって時あるじゃないですか、みんなで遊んでる時になんか盛り上がる曲聴こうよとかってあると思うんだけど、あの普段ねレパートリーとしてプレイリスト化しておかないと結構すぐ出せない、1曲とか2曲でなんだっけ、なんかあったよなとかって、その場が終わっちゃうのはもったいないので、
あのおすすめはなんかもうもし登録してたら Apple Music の聴き放題とかだったら、あの私は曜日分けしたり、雨の日分け、雨の日、晴れの日とか、あと朝一絶対聴く曲とか分けてるんですよね。なんかそういう通勤時間決まってる人だったら、30分の通勤時間だったら30分以内に終わるセットリストみたいな、で会社着いた時一番激しい曲にするとかなんかそういう風にちょっとあの強気モードでいくとか、あとどうしても今日勝ちたいみたいな日があったら、何にか分かんないですけどね、自分に勝ちたいっていう日があったら、うん、その勝ちせとりみたいな、メタルメタルメタルみたいなっていうのを作るとなんかすぐ出せるからいいんじゃないかなと思うんですけど、もしかしたら結構作ってる人とか多いんじゃないかなと思いました。おすすめです。はい皆さんもなんかその他にこういうセットリスト作ったらいいよとかあったら教えてくださいね。はい、じゃあの2曲目聞いていただきたいと思います。7月の1日に、塚のファストアベニューという、ライブハウスの方で、よく発売している戸塚10っていうオムニバス CD があるんですけど、それの5、戸塚10の5に、アディショナルネオンの初の音源を収録していただきました。そちらを聴いていただきたいと思います。曲はビターベース。いっぱい喋っちゃうんですねプレイリスト作りますね。何作ってます、プレイリスト。サポートアーティストベースプレイリストと あ, あと、うん、全くオフの時用の あと朝起きる時用。あ、やっぱ朝の音楽大事ですよね、うん、サポートのプレイリストは作りますねうなちゃんサポート多いからサポートのプレイリストは結構なんか私、うん、聞かなくなっちゃうんですよね。そう、うん、なんか1週間ずっとそれ聞いて、うん、その週全然違うやつ1週間聞いてって、はいはい、なんかモードが1週間区切りみたいになっちゃうんだけど、本当直近でなければ1日1曲しか聞かない、うん、あ、本当ですか。ずっとそれかけっぱなしでね。でも私もずっとあの1リピートにしてます。携帯のやつではずっと同じのが毎回流れるようになってます。なんか最近メロコアまた戻ってきてメロコア好きなんですよ、ちょいちょい昔の好きだったバンドがどこの事務所かって全然分かってなくて、そうで、その事務所を見ずに10年とか十何年経ってて、で最近いいなと思ったバンド見ると事務所もなんか、ね、結構 YouTube もすぐ出てくるような、はい、あれと思って辿ったら全部昔のやつ同じ事務所だったパターンって時ちょっと嬉しかったですあるですね。これあとね10分ぐらいしかないんだけどね、間に合うかな間に合うかな。これいっぱいちょっと軽めにいっちゃおう。あんず飴はちょっとあんず飴途中かな。これでしたっけ、お話しする。これお下時間だけ。あんず飴はあのちょっとだけ長いワンコーラスで、はい、お願いします。新海彩の毒舌なロックで癒して。
はい、こちらは新海彩のラジオを始めたメインのコーナーです。バンドマンって何とか、職場にいるバンドマン、道を歩いているバンドマン、メジャーでライブしているバンドマンなどいろいろいますけど、自分の界隈の話で、どういうマインドでバンドやってるの、メンバーってどうやって見つけるの、そんな質問やお悩みに答えるコーナーです。で、よくね、このラジオを聞いていただいてる層の方がバンドマンいないんじゃないかっていうちょっと疑問に遭遇したんですね。意外と聞いてくれてるお友達はいるんですけど、まだまだ学生の方とかラジオとかって聞くのかなとか、ちょっと不安なところがありまして、だね、ちょっともともと本来お悩み相談っていうコーナーだったんですけれども、ちょっと今広げてるんですね。で、悩みっていうよりは、こうしたいんだけどどうやっていけばいいですかみたいなことが今回お便りでいただいてます。ラジオネーム、オープンマイクに参加したいさんです。ありがとうございます。そのままですね、内容もこんにちは、実は自分はまだバンドとかやったことがなくて、ソロで歌を歌うしかできません。で、自分の曲もないままなんですけれども、よくライブハウスとかでオープンマイクっていうのやってるじゃないですか。立ち止まって、今日オープンマイクの日ですなんて書いてあることがあるんですけれど、自分はそこに足を運ぶ勇気がありませんということでお便りをいただいたんですけれども、絶対入りづらいですよね。私ですらこの間池袋でオープンマイクの日が月曜日っていう風な箱を見つけたんですけど、月曜日だったんですよ、その日で。行きたいなって思ったんですけど、突然行ったら絶対すごい目で見られるし、もしかしたら誰もいないかもしれないとか思っちゃうじゃないですか。で、大体オープンマイクって言っても知り合いばっかりが集ってるんじゃないか、常連さんばっかりなんじゃないかっていう不安があるのめちゃくちゃよく分かりました。で、ね、でも入っていいんですよね、全然むしろ入ってる、来てくれる人待ってるんですよ。特に箱側はね、イベント側もですけど、もうオープンの日、フリーの日なんて、本当フリーの人入ってきてくれたらもう超ゲストなんですよね。超ゲスト、本当に。なんか私昔そのライブハウスで働いてたんですよ。で、ブッキングとかもやったりしてたんですけど、ね、すっかりそういうこと忘れてましたけど、来てくれたら嬉しいんですよね。知らないお客さん見るだけでさ、声かけたくなるし。なので、みんな仲間だと思って、もう入れなかったらテキーラ一杯飲んで入っちゃったらいいんですよということで、本当にちょっと心配なことってあると思うけど、一歩踏み出しちゃったら一人でライブハウスも行けるようになると思うので、本当ぜひそういう気持ちがある人は入ってほしいし、看板ももっとポップにしたらいいのにね、ライブハウスのなんか入りにくいよね、色とかさ、その明るくない色じゃないですか、ちょっとだいたい地下だしね。でね、そういうところがいいところなんですけど、なので気にせず入ってくれたらめちゃめちゃ歓迎されると思います。はいでまた戸塚の話になるんですけど、戸塚ファーストアベニュー水曜日はフリーでドリンクなんか好きなのを飲みながら、フリーで飲むんじゃないよ、お金払って好きに集ってる人たちと飲みに行くバーカウンターの日みたいな。で、金曜日は金曜日の住人っていうので、なんかそれこそオープンマイクをやってるそうなので、なんか川崎ですとかこの武蔵小杉の近くに住まわれてる方だったらぜひ行ってみたらどうでしょうか。はい、ちょっとね、時間がどんどん今日いっぱい喋っちゃったので、夏のね、夏の思い出の BGM っていうのはいっぱいみんなあると思うんですけど、私まだ花火大会もお祭りも行けてないんですけど、この曲をね、お祭りの曲作ったので、聴いてもらえたらなと思います。あー、お祭り楽しいな。お祭りといえば東日本でしか食べられないあの飴なんだか知ってる？そう、あんず飴。あんず飴は甘くて酸っぱくて美味しいよね。あやも後であんず飴買いに行こうっと。ねえねえ、あやちゃん、あんず飴売り切れだって。Ha ha ha ha!
間に合うかなかな。としては、うん、歌本のコピーから、うん、コピー用紙を持ってきてくれると、あ、それでもう何でもできちゃうの。そっか、オープンマイクに来たい人はアドバイスがありました。ちょっとラジオで言おう、うなちゃんからの受け売り。なんかこう、なんかネットで調べて、コードを書いてるやつとか、これなんですっていうのが分かると、あ、オッケー、やるねってやって。そっか、桶を持っていくか、CD で桶を持っていくか、譜面を持ってって、コードが分かる。で、よくみんなが知ってるそうな曲じゃなくてもいけるかな。一人が知ってればいい。あ、そっか。バンド演奏する。はい、やっぱそう。アンジュー、雨は相撲もの続け、愛の闇の西日本にはリンゴ飴しかないんですよ。アンズ飴売ってなかった。だからこっち来てアンズ飴ってなって向こうにはリンゴ飴しかないですよアンズ飴でした。ありがとうございます。今後のライブの予定を伝えていきたいと思います。実は8月の24日来週の木曜日、ミスレッドシアターで初台の駅のすぐそばですね、初台ドアーズというところで18時50分から、出演します。もう一つ、来月の9月7日これは木曜日かな、クラブチッター川崎で、17時からこのドリームキングダムさんのイベントとして、一番最初トップバッターはうなちゃんたちがリヤーンってやるんですっけね、トップバッターで17時から出演させてもらいます。で、どっちも事前の予約でなんかささやかな特典がつきますので、ご予約はツイッターというか X ですね、 X で、もうこれなんか怒られそうだけどでも X で、はい、で X の方から深い海を彩ると書いて深海あやっていうアカウントで、フォローしていただいた後に DM よろしくお願いします。であとインスタあまり更新してないんですけれども、一応見れるようになってます。はい、で来週の放送なんですけれども、第6回9月の15日、第3金曜日19時からいつもお送りしてるんですけれども、来週はサッカーの中継が入るっていうことで、すごいですね、サッカー楽しみです。で、放送時間が19時ではなく、1時間繰り上げで18時から、はい、18時ちょうどからになる予定になってますので、ちょっと早いけど聞いていただける方はぜひお願いします。で、明日の幸せは今日までの全力投球で、叶えられると思ってます。で、続く幸せは音楽に好きな人や、ものに向き合ってセッションをし続けること、それで自分の幸せがね続いていければなと思ってます。ラジオの前の皆さん、今週もお疲れ様でした。夏もあと少しですけれども、やりたかったことを思い出してこの夏の思い出をもう一つ作りませんか。楽しい夏になりますように。それでは今日はこの辺でお別れとなります。今日も聴いてくれてありがとうございました。ミスレッドシアターで、曲はデイブレイク。あ、終わっちゃった。あ、曲入んないか。曲入んなかった。曲は入りませんでした。じゃあ。